金メダル神、給与返上、はい、名古屋市長、給料3ヶ月分ゼロに、うん、大いに自戒したいと、はい、時期は、議会等の手続き経て決定ということなんですけど、うん、まあ、これ東海テレビの記事で、はい、河村市長が金メダルを噛んで、はい、あの大問題になりましたけども、はい、うん、自らの給料を3ヶ月分ゼロ円にすると、うん、何なしにすると大いに自戒したいと、うん、河村市長は16日午前の定例会見でこのように話し、市長給与の3ヶ月分合わせて150万円を返上する処分を自ら検討していることを明かしたということなんですね、はい、うん、でもこれ3ヶ月分で150万円少ないじゃないかと思ったら、うん、河村市長ってこれ元から減らしてるんですね。あ、それでか、これ公約で、ああそっかそっか、まあ、減税なんでしたっけ、そうですね、減税日本っていうのを歌ってたから、はい、うん、だから役所はあんまり給料取っちゃいけないというふうなあれもあったから、もともと少なかった、はい、いやもうただ働きじゃんねこの人ね。本当ですよね。そう、今回 の, そのメダル紙に関しては、うん、あ、これはおかしいなというのが、うん、まあ、世間の見方だと思いますけれども、やっと分かってね、 そこはちゃんとやってるんですよね、うん、給料を実際に減らしているというか、はい、それでやっていたというのは、うん、まあ、なんか評価できるポイントなんじゃないかなと、はい、うん、であのこのこういう記事の、うん、コメントとか見るともう早くやめろみたいな、うん、いう人もいますけども、はい、メダル噛んでやめるやつなんて前代未聞ですからね。そう だからいや、あの、やめることはないし、うん、まあ、ただの汚いおっさんになっちゃったなっていう感じだけどきっちり出直してほしいなと。あの、そうですね、そう、あの、僕は評価してるし、うん、あの、税金下げるとか役所小さくするしかないんですよ、うん、少子化だし、やっぱあの規制緩和して、うん、自由の中で日本が世界が戦ってるところで戦っていくっていう国にしなきゃいけないんで、うん、官僚が全部法律で守っていくっていう時代じゃもう無理なんで ね、日本の経済成長も。だから税金減らして民間のお金を増やして、うん、で法律も緩和して、うん、あの、いくっていうのを河村さんは分かってる人だから、うん、大事な政治家だと僕は思うんですよね、うん、だから、まあ、ちょっと出直して頑張ってほしいなと思います、ね、そうですね、コメントにもありますけど、はい、悪い人じゃないんですと、そう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 、恥ずかしい人なんですとなんか褒めてるのかけなしてるのか分かりませんけど、まあね、ちょっとね、あの、訛りも取れないしね。そうです、はい、いや、あれわざと言ってんじゃないですかね。わざと言ってんのか。だってあの、はい、昔テレビタックルとか出てましたけど、出てました、ね、あんな口調じゃなかったですよね。あ、そっかそっかそっか、うん、だから名古屋市長だから、うん、ね、わざとああいうブランディングでやってると言ってんじゃないかなと、うんうん、そういう気がしますけど、ね、そう、だからもうテドロスを倒してほしいからね。本当はそれ違いますよね。あ、違うそれ知事の方ですもんね、はい、そうです、はい、で、河村市長なんて3選、はい、4選ですか、うん、もうだから人気はあるんですよね。人気はある、その他の、うん、なんていうか人が対抗できないくらいの、はいはい、人気というか評価はされてるんで、はい、そうそう、だからテド村がいる限り、うん、河村さんがならないと、うん、やっぱバランス悪いだと思うんですよね、うん、名古屋市と愛知県があの場合って ね、 そうですね、革新系じゃない、うん、知事が革新系じゃないんですよね本当は本当にねそう、やっぱちょっと、まあ、ぜひあの、はい、ね、あの、今後も頑張っていただきたいなと、はい、まあ、今回の件は、まあ、猛省しないといけないですけども、そう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 、はい、でも良かったですよね、うん、あのメダル交換になるっていうことですから。あ、そうそう、良かったよ、はい、だからこの150万円をそのメダル代に当てればいいのに、はい、あれなんか IOC 負担でしたっけ。あ、そうそう、 IOC になってしまうっていうのは、うん、はい、うん、なんかこれ河村市長的にもその150万円払わしてやれよと思うよね、うんうん、すっきりさせてあげてほしいなというふうに思いますよね、うん、本当ですね、本当になんかそこは本当IOC もね、うん、あれだと思いますけど。で一方ですね、はい、あの、まあ、河村市長お金返すんですけど、うん、何にもしてないのに、うん、金もらってるやつ不届き者がいるんですけども、はい、雲隠れしても月132万円、うん、無免許運転疑い都議の進退はと、はい、朝日新聞が報じています、うん、はい、東京都議選中に無免許運転で事故を起こした疑いがある、うん、木下富美子、はい、都議、うん、54歳が、はい、出所進退について沈黙を貫いていると、うん、都民ファーストの人ね、はいはい、都議会で辞職勧告決議が可決されて3週間以上が過ぎたが、都議選で再選して以降公の場に姿を見せておらず、18日、まあ、今日ですね、はい、から始まる臨時会に出席するかも不透明だと、うん、木下氏が、無免許運転で事故を起こした疑いがあるのは都議選投開票2日前の7月2日ぶつかった車に乗っていた男性と妻は怪我を負ったとされる、うん、だが木下氏は事故について都民ファに報告しないまま都議選投開票日の翌日、はい、同5日に報道で発覚、都民ファは事態を重く見て同日夜に除名処分としていたと、はい、うん、
で今何にも出てこないんですけど、はい、都議会によると都議として支払われる報酬は月額約82万円、うん、木下氏には現在も支払われている、はい、これとは別に政務活動費も月50万円支給される、はい、18日から始まる臨時会では木下氏が一人で作った、会派 SDGs 東京にも、質疑時間3分、割り当てられているが出席するかは不透明だということなんですね、うん、やっぱ給料高いですよね。高い。名古屋市長以上ですから、まあ、自ら減らしてるとはいえ、こういう税金泥棒はねやっぱ厳しくしないとね。そうですね、はい、でもこんなのも言語道断で辞職しろよって話じゃないですか。まあでも法律がないんだよね。そう、100歩譲ってこの無免許運転で事故を起こして説明して、うんうんうん、なんか情状酌量のあるあればね。いやないでしょそのでも、はい、ないのでない。やっぱこれも辞職するしかないですよね。そう、そのなんか法律をまともに重んじないような、うん、はい、免停状態で運転しちゃうような人はもうやめるしかないんですけど、雲隠れしても、うん、辞職勧告が出ても法的拘束力がないので、そうなんです、続けられちゃうと、はい、だからこのままだらだらやってったら、うん、まあ、4年間分の給料ってもらえるわけですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、だからそれこそこの金額であとなんかボーナスとかもありますよね、うん、だから年間2000万とかですか。あ、高いですね、うん、いや、まあ、と多分そうですね、2000万弱、うん、はまあそこはまあ報酬とね、あの政務活動費があるから、はい、となるとやっぱ4年で、まあ、1億前後ぐらいのお金はこの方に行くのに何もしないで許されるのかと、うん、でどうやったらしがみつけるかっていうのを今考えてるのね多分考えてるのかもしれないですけど、うん、でもどっかで何かしないと、はい、でも当選証書は受け取ったらしいんですよ。あ、なるほど、報道によると。なるほど、ね、だからやる気はあるのか、うん、何なのか。いやもうこれ税金でしがみつこうというつもりでしょう、うね、本当に、はい、いや税金、いやこれ会社と違って恐ろしいですよね、うん、だから一般企業だったら、うん、なんか本当に出勤しないとか、はい、あのなんか重大な欠陥を持っていたら、うん、はい、まあ、最悪これクビにもできるわけじゃないですか。いろいろ、まあ、手続きありますけども、うん、はい、これ議員の場合無理ですもんね。できないし、まあ、議員の場合途中から入院っていう手もあるからね入院するっていう、入院してましたっていう、はい、入院はありますね。入院っていうのもあるからね、はい、まあ、あの政治家のおなじみの手法というか、はい、問題を起こしたら入院するっていう、うん、そうそうそう、はい、ただ今、まあ、あのコロナの状況なんで、うん、入院もなかなかできないんじゃないかな。確かにね、完全に不要不急の入院でしょそれは。そうですね、ただまあ、はい、精神的なものっていうのは証明できないの で、 そうです、ね、はい、ただ精神的これもう自分のせいですから、ね、そう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 、ただまあちょっと精神的にっていうのはちょっと今アンタッチャブルになっちゃっててね、うん、あの証明がつかないじゃないですか、はい、あのやっぱりこう精神は分かんないですからね。そう、ね、レントゲン取って折れてますとか分かんないじゃないから心折れてますねとか、そうですね、証明しようがないんで、あ、ここの精神の神経折れてますね、はい、みたいな。そう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 、だからないですからね、うん、だからやっぱりそういうのが、そういう政治家って 今でもね、うん、今までもやっぱいっぱいいましたからね、うん、なんだかんだちょっと事件起こしたら入院しちゃうっていう。いや、はい、ありますね、うん、僕 の、 あの、まあ、地元の帯広の、はい、ありましたね、あの中川優子さんなんかも、はい、そうですね、ちょっとあのね、はい、ちょっと問題を起こして、そうです、病院で、はい、あのなんかまた文春かなんかに取られて、はい、タバコ吸ってたって。そう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 病室でタバコ吸って貧縮食らってたって禁煙なのに病室でタバコ吸ってたっていうね、まあ、そんなこともありますけれども、はい、まあ、政治家としてこれはけじめをしっかりつけていただきたいなというふうに思いますね。はい。